聖書の言葉をあなたへ。ハーベストタイムメッセージステーション。皆さんおはようございます。えー、今日はローマ人への手紙の第三十一回目です。えー、ローマ人への手紙八章二十三節から二十七節。今日のメッセージのタイトルは。 現在の苦難その2前回現在の苦難その1終わりましたので今日はその2そして副題がついています「神の子たちの埋めき神の子たちの埋めき」これが今日のメッセージであります。えー、今日は私が朗読をいたしまますローマ人への手紙8章節節から27節まで そればかりでなく、御霊の発放をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体の贖われることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう もしまだ見ていないものを望んでいるのなら私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取り成してくださいます。人間の心を探り極める方は 御霊の思いが何かをよく知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って聖徒のためにとりなしをしてくださるからです一言お祈りをして心を備えましょう天の地なる神様今ローマ人への手紙の非常に大切なところに私たちは差し掛かっていますどうか このメッセージの上にあなたの守りがあり、一人一人の理解力を助けてくださるようにお願いをいたします。主・イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン,ーメンさあ、イントロダクションです、えー。いつものようにチャートを見てください。ローマ人の手紙のアウトラインチャートです。このチャートは、 31回見たんですよく覚えてるでしょう <laughs> 今日は31回目だから、うん、で「偽人」聖歌「聖か」「永歌と見てきました「義人」というのは救いの時世でいうと過去形の救いですでに救われましたっていう部分です聖かっていうのは現在進行形の救いですそして「永歌というのは 未来系の救いです、えー。新しく来られた方のために再度繰り返しますが聖書が教える救いっていうのはそれが義人、聖歌歌です。ここまでしっかり理解して初めて自分が置かれている恵みがどれぐらい大きなものかということがわかるんです。 そこまで見通しが良くなると今を生きる力になってくるんです。試練が来てもそこに意味を見出すことができるようになってくるんです。ですからこの聖書フォーラムでは聖書の解き明かしということを非常に強調してやっております。聖書研究が日本に霊的覚醒をもたらすというモットーでやっております。私は これは最も基本的で最も単純な方法であるけれども同時にこれほど力強い方法はないと確信しています。その証拠に神様が日々このアプローチによって祝福され励まされ力を受ける人を増していてくださいます。そして一人一人、私たち一人一人が神様から委ねられた恵みと啓示の管理者として 良き管理者としてて歩むように召されております私たちはなんと素晴らしい真理を神様から得ていることではありませんか少しは「アーメンとか何とか言ってほしいんですけども水を打ったようにシンとしてますけど本当に今日も語るこの内容は中川健一が考えた内容ではないんです。これは 神様が人たちに掲示し私たちがクリスチャンとして歩むというのは人たちの教えを固く守り実践していることなんです。これがキリスト教信仰の特徴です。で今私たちはこの義人、聖歌、栄歌の中のこのいよいよ栄歌の館に入っているんです。それの第一番目の部屋です。現在の苦難、これを2回に分けて学んでるんです。今日がその2回目ですね。 で前回の内容を思い出していただきたいんですがこの「現在の苦難」というのはローマ人の手紙の8章の18から27までですけれどもそこに3つの「うめきが書きっていう言葉分かりますかうめきっていうのはうれしい時にしていることですか彼はうれしさのあまりうめいた。 時々ありますよね、おかしすぎてお腹が痛くなってうめくことがありますけどそういうもんじゃないですね。うめきっていうのは苦しい時にうめいてるわけですね。で前回学んだのが非造物のうめきでした。これが8章17から22ですよ。しかし今日学ぶのは2番目のうめきで神の子たちのうめきです。これが8章23から25。神の子たちっていうのはここでは誰のことですか 私たちのこと前回ね確認したでしょ私たち神の子だそしてもう一つ御霊のうめき精霊もうめいてらっしゃるそれが8章の節節から27節ですですから非造物のうめきは前回終わりましたので今回は神の子たちのうめきそして御霊のうめきこの2つを取り上げます。で今日のアウトラインですが非常にシンプルです。 前半が神の子たちのうめき、後半が御霊のうめき、この二つをアウトラインとしてメッセージを進めていきたいと思います。今日のメッセージのゴールですが、今日の箇所で復活というテーマが出てくるんです。ですから復活について少しまとめてみたいと思います。それが今日のメッセージのゴールです。復活には二種類あるようです。一つは第一の復活 2つ目は第2の復活第1の復活と第2の復活というのが2つがあるんだということこの2つの区別そして私はいつ復活するのかということそういったことをメッセージのゴールとして学んでみたいと思いますそれが着地点ですねその希望に向かって私たちは進んでるんだよということですねさあこれでイントロダクション終わりましたえ今日のアウトライン。 つでした1番目が神の子たちのうめき2番目が御霊のうめきこの2つでいきますねじゃあ進んでいいですか先にじゃあいきますよ Are r you、yes, e <we> a らしい晴らしいきましょう神の子たちのうめきそれでは23節を見てみましょうご一緒に読みましょうねはい。そればかりでなく 見たまの発報を頂い,いている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくことすなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいますなんとたった一節にたくさんのことをパウロは言ってるんでしょうかまず一つ一つ言葉の意味をよく見ていきましょうそればかりでなくとありますこういう接続詞 特にローマ人の手紙の中の接続詞っていうのは大きな役割を果たしてますね。普通そればかりでなくと言った場合はすでに前に何か言ってるわけですね。それにプラスアルファですよ。だからこう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 いうことがあるよって言ってまあ本当嬉しいでもそれだけじゃないのよっていう場合だよね。 あるいはこうこうこういう悲しいことがあったのまあかわいそうにそればかりじゃなくてねと言って言う行くわけです、ね、だから前にあるものを受けてそればかりでなくと言ってるわけですじゃあ問うべきは前にあるものは何だったかですそればかりではなくて前に何があったのか3つのうめきの話だよね最初の1番目のうめきは何でした非造物のうめき非造物がうめいてるんだそれを受けてるわけここはねだから そればかりでなくてね、非造物だけじゃなくて、誰がうめいてるの私たちもうめいてる。神の子である私たちもうめいてる。その時にとても大事なことは、非造物はうめいてるって、これ、擬人法だと言いました。人間に置き換えて言ってるわけですね。非造物がうめいてるってのは、非造物はどっかで声上げてるの昨日、富士山登ったんだけど、富士山うめいてたよ。 私的表現ではあるけれどもどっか五合目ぐらいのあたりでうーって声が聞こえたそんなことゃないでしょだから非造物は声を上げてないんだよねだけど今の非造物の姿を見てるとうめいてるかの,かのごとくに見えるんだよそしてそのうめきは無意味なうめきでした意味があった意味があったねそのうめきは海の苦しみっていうふうに言ってるわけね海の苦しみを通過しているつまり 婦人が赤子を産む時のように陣痛の苦しみを経て新しい命が生まれるだから今の被造物のうめきっていうのは大いに意味があるんだということを確認したでしょうだから当然そればかりではなくてのは私たち神の子もまたうめいてるんだけどこのうめきは無意味なうめきではなくて 新しいものを生み出すためのうめきだっていうことになってくるわけだからお互いがどんなにまあ苦しくても無意味な苦しみで終わることはないそれは新しいものを生み出す苦しみなんだっていうことそれをしっかりと受け止めるべきですねで今日のメッセージはもうここで終わってもいいんですじゃあ終わりましょうって言ってもね これを受け取ったらもう喜んで変えることができるんです。それぐらいに重いです、この言葉は。で、私たちは言葉でうめいてんのどこでうめいてんの心の中でうめきながらでしょ。で、これは、パウロは非造物のうめきを先に持ってきたじゃん。非造物はうめいてるけど言葉になってないでしょ。その比喩はすごくぴったりするの、人間の今のうめきに。というのは、 私たちも埋めいてんだけど私たちの言葉は心の中なんだよ言葉になってないのですからね皆さんあなたの苦しみはと言った時に言葉で表現できるうちはまだ埋めきの段階にまだ行ってないかもしれない本当の埋めきもうどうしようもない埋めきっていうのは言葉になっていない埋めきです私たちも意識的無意識的に 言葉にはしないけれども心の奥底でうめいてる部分があるんだよねでそのうめいてる私たちはじゃあ何も得てないかというとたくさんもらってるの例えば私たちは何を頂い,いてるって書いてある御霊の発音をいただいてるんだよだからいただいてるものがあるんだけどうめいてるわけでここで御霊の発音をいただいてるって書いてあるけどこれ難しい言葉です 日本語で読んだだけではピンとこないですよこれ「みた目の発歩って何だと思う何を頂い,いてんの頂いた,だいた皆さん頂きましたみたまの発音いただいてるって書いてあるじゃんこれを理解するためには旧約聖書の背景を理解しとかないとわからないねそこで旧約聖書に行くわけですこういうのをスローリーディングっていうんだよね 急がない。ゆっくり行きましょう」という「失エジプト記23章の19節。ご一緒に見てみようはい「あなたの土地の初穂の最上のものをあなたの神主の家に持ってこなければならない」「小ヤギをその母親の父で似てはならない」「この小ヤギをその母親の父で似てはならない」っていうのはこれはまた別の命令ですからこれは省いて「 前半のところあなたの土地の発穂の最上のものを持ってきなさいここで「主の家」ってあるのはこれは幕屋神殿ができてからは神殿のことですそれを持ってきなさいとモーセの立法は命じているわけですね時々これをね「主の家を教会だ」っていうふうに言うことがありますこれはちょっと大胆な適応ですねモーセのの法っていうのは、 旧約時代のユダヤ人に与えられたものでありここでは主の家というのは神殿のことです教会のことではありませんもう一箇所見ましょうレビキの23章10節から11節これもモーセの立法の中の命令ですご一緒にはいイスラエル人に告げて言え私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り収穫を借り入れる時は 収穫の初穂の束を祭祀のところに持ってくる。祭祀はあなた方が受け入れられるために、その束を主に向かって揺り動かす。祭祀は安息日の翌日、それを揺り動かさなければならない。とあります。これが、実は初穂の祭りの規定なんです。ユダヤの祭りの初穂の祭りです。で、この今読んだ二つの箇所から、 意味を汲み取ると、発穫っていうのはその年の最初の収穫のことです。それを持ってきなさい。で、その収穫は次に続く収穫を保証しているもんです。発穫で終わりじゃないんですね。農業をやっている方、家庭菜園をやっている方、昨日もね、あのすごく広い土地で家庭を家庭菜園をやってる。 一人の姉妹がおりましたがあの彼女に質問しましたで夏野菜が取れるってそれはまず取れた時にすごく嬉しいとでもそこで終わりじゃなくてずっとそれからその収穫が続くんだって話を確認いたしました当然ですねだからここでのポイントは初穂っていうのはその年の最初の収穫であるということ二つ目は初穂は その次に収穫が続いていくんだということを保証しているということこのことをまず覚えてくださいこれが初穂という言葉の意味です今度はパウルはそれを新約聖書に適用していますつまり聖霊に適用しているんです第二コリントの一章の22節見てみましょうはいご一緒に神はまた確認の因を印を私たちに押し保証として 御霊を私たちの心に与えてくださいました。ここでは聖霊というお方が保障になっているわけですね。もう一箇所見てみましょう。第二コリントの五章の五節。はい、ご一緒に。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保障として御霊をくださいました。ここでは 御霊,精霊という方が私たちの保証,である保証って何を保証するの何を保証してくれるのあなたが神の子になっていること救いが完成することを保証してくれてるわけね。じゃあこの2つ「発歩」という言葉とそれから「聖霊は保証である」という言葉をくっつけると「御霊の初歩」の意味っていうのはこういうふうになります。信じた瞬間に 福音を信じたイエス・キリストを信じた瞬間に私たちの心に神の恵みとして聖霊が与えられていますそれはこれから続く数々の恵みの最初のものですだから「初穂というんです御霊の初穂という言葉はむしろ「初穂としての御霊というふうに言った方がいいと思います 見の発穂のっていう言葉は難しいね御霊が所有している発穂なのか、ね、あるいは御霊から与えられる発穂なのかそういう意味もあるでしょうでもここでは御霊の発穂というと発穂としての御霊という意味になりますそしてその御霊は保証ですつまり手付金です 手付金を皆さん打ったことありますか例えば、もう借家を探しに行きますね。僕は自分の人生で何度もそういうことを繰り返しやってきましたよ。借家を見に行きますね。とても気に入った。うわー、これ気に入りました。で、仲介業者に、ここ来週来ますから確保しといてくださいって。帰っても確保なんかしてくんないよ。そういう場合どうしなきゃいけない 手付金を打ってくださいって言われるでしょダウンペイメント手付金を打ってくださいいくら払えばいいの今知らないって言った人は自己所有のお家を持ってらっしゃる <laughs> 普通は、ね、あのいくらでもいいですよとか言うんですねまあ10万円ぐらい置いてくるかなそしたら権利が確保されてるわけですだから信じた瞬間に見たまが 救いが必ず完成する保障として全ての人に与えられているんです。これが御霊の発保という意味ですそこで問いかけはクリスチャンになってもまだ聖霊を受けてない人がいるかという問いかけです。いますかクリスチャンになっても聖霊を受けてない人いるでしょうか答えはノーです。聖霊を受けてなかったらその人はクリスチャンになってるとは言わないの。 でクリスチャンになったということは御霊の発砲を発砲としての御霊を受けてるんですこれが全ての人に起こることですそして御霊は手付金だってうんだから何を保証するかっていうとこれは救いの完成の保証ですよということは終末的意味でね終末ったら終末時代終わりの時代のことね 終末的保障として精霊が与えられてるだから私たちは必ず将来救いが完成するっていうことですよ。その保証が与えられているんです。じゃあこの文章もう一度見てください。8章の23節そればかりでなくつまり私たちも埋めいてんだよとパウロは言うわけです。私たちの状態は御霊な発をいただいてるんだよ。じゃあ喜んでいいじゃない。ところが。 見たの発想をいただいて喜んでるはずなのに、私たちはどうしてんの心の中で埋めいてるって言うんです。だからクリスチャンっていうのは、喜びながら埋めいてる人。埋めきながら喜んでる人。それは、また別の言い方すれば、地上を歩みながら天に国籍がある人という言い方もできるでしょう。つまり、クリスチャンの埋めきっていうのは、 何なのかというと、すでに起こっていることと、あるいはすでに得たことと、いまだ、あるいはまだ得ていないことの間におけるきしみなんですよ。そこに葛藤があるんですよ。御霊の発を発をとしての御霊はすでに得た。しかしまだ完成がなっていない。そして自らの肉体が弱くなり、朽ちていく。あるいは道徳的な弱さがある罪の 誘惑に対して弱い。なんで自分はいつまでもこうかと思いながら私たちはクリスチャン生活をしてる。埋めいてるんですね。それは言葉に出して埋め気を定義したり、あるいは明確に表現したりできない世界でしょう。意識的、無意識的に私たちは埋めいてるんです。埋めいてるっていうことはクリスチャンにはなってない、救われていないということではないんです。それは救いというものを 義人正か英歌とトータル的に捉えた時に英歌を目指していく際のクリスチャンのうめきなんです。救いいの完成を求めていくうめてくなんです皆さんは本質的に自分の心の奥底に何とも言えない言葉にはできない時には意識しらしてないけどこうやって言われてみると確かにそうだっていうなんかうめきがあるって感じますか これは聖書で言えば、埋めいてることは、クリスチャンとして正常なんですよ。その埋めきは救いの完成を求めて埋めいてるんだけど、パウルはより具体的に言ってますね。何を待ち望んで埋めいてんの子にしていただくこと。もうすでに神の子になってるじゃない。神の子たちの埋めきなんだから。その上にまだ子にしていただく。それは何かというと、子として完成することです。 まだ完成してない。すでに神の子になってるけど、完成してないんです。また、子にしていただくことは、イコール、私たちの体のあがなわれることなんです。体があがなわれるっていうのは、わかりやすく言うとどういうことだと思う復活だよ。アメン。だから僕らは今、うめいてるんだけど、それは復活の体が与えられて、私自身が、神様が計画された、 完璧な状態になる日を願いながら埋めいてるんです。なぜかというと、私たちが復活の体を持つときに、あの埋めいていた秘蔵物そのものが新しい世界に生まれ変わるからです。いいですか秘蔵物の中の主人公である私たちが復活の体を持って栄光の姿に変えられるときに、 新しい世界が出現するんです新世界が出現するんです。でも大阪でこのメッセージする時は注意しなきゃいけない新世界が出現するって大阪の人は串カツを思い出してますからねだから今新しい世界と言ったわけですねこれは大阪の人を配慮して言ったことこういうねメッセージをする時におかしさっていうのは大事だねというのはクリスチャンっていうのは底抜けにおかしい人たちだから。 僕らは底抜けに笑えるお互いです。泣きながら笑ってるの。笑いながら泣いてる。それがクリスチャンの姿ですね。いいじゃないですか、こういう生活っていうのは。次、24節に行きましょう。24節で、さらにパウロはこう言っていますね。24節ご一緒に読みましょう。はい。私たちは、この望みによって救われているのです。はい、ちょっとここまでもう一回。私たちは この望みによって救われているのです。この訳ね、深海薬神、これ新海薬ですけど、新共同薬は、私たちはこのような希望によって救われているのです。似てるよね。この訳、もうちょっとどうにかした方がいいと思う。というのは、この聖書フォーラムでは常に私たちが救われるのは、恵みにより信仰によって救われるんでしょう。じゃあここは、この望みによって救われていると書いてるじゃん。 望みによって救われるのどういうい意味これこれは英語で言うと「We were saved by this hope」じゃないの直訳英語に直すと「We were saved in this hope」ですあるいは「in this hope we were saved」ですつまり私たちが救われたということはこの希望ともう密接に関係しているという意味なんだ 希望を持ったから救われてるという意味じゃないんですこれは。In this hope です。In this hope we were saved。だから私たちが救われた結果私たちは体が贖がわれるという希望を持つようになったんだという意味ですね。そこわかりますか微妙なニュアンスですけどもね。つまり今24節を読んでますけれども。 私たちが受けた救いというのはさっき言った23節の復活の希望と結びついてんだよとパウロは言ってるわけですね。そして次残りの箇所を見ましょう「目に見える」っていうところはい「目に見える望みは望みではありません」「誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう」「当たり前だよねまだ見てないからだから望みがあるんだよ」 で今日新しい方立ってくださいって何人かの方立ってくださいましで自己紹介してくださいました私はあの一つの希望があります何ですかっていつかハーベストフォーラム東京の礼拝に出席したいという希望ですって言ったら変でしょえあなた今実現してるんじゃないもう見てるじゃない見てるからそれは実現したんだって希望じゃないの希望ではなくなってるわけですねまだ見ていないから希望なんですよ でここでちょっと横道にそれますけど私たちが神の子として完成される3段階っていうのがあるんですこれちょっと言ってみますね一つはまず私たちが救われるのは神様が予定してくださったからです神による予定ですエペソ一1の5見てみましょうご一緒にはい「神は 見胸と見心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。これが神による予定です。だから私たちは感謝ですイエス・キリストを信じたお互いは神様が私をあらかじめ選んで救いに定めていてくださったんだということがわかります。この言葉は 不用意にまだクリスチャンでない人に言うと誤解されます必ず来る誤解はじゃあ私は救われないように選ばれてるんだそんなこと書いてないじゃないこれは救われた人に向かってあなたの救いは神が選んでくださったからですよと言ってるんです皆さんは自分の意思で自由意思で救いをもぎ取ったと思いますか自分のことを考えてごらん あなたのような人がごめんねこんな言い方僕も入ってんだよそこに僕らのような人間が大体こういう身もしないものを信じることができたっていうのはなんと奇妙なことですか僕らは自由意志を働かして応答したんだよでももっとその大きな文脈の中では神様が信じることができるように私たちを選んでいてくださったんですこれは本当にありがたいことです でなければ、私のような人間が見ていないものを信用するっていうことはありえなかったと思う。こんなに疑い深い人間が。それは一人一人同じだと思うの。救われている人に向かって神様は言ってるわけ。ある人はこういう質問をします。神様があらかじめ定めておられるんだったら、私たちは何で伝道する必要があるんですかと。 伝道の意味がなくななななくるんんじゃいいでですすかそんなことはないですよだって神様は救われてる人がいるから私たちを派遣して私たちを通して働くように決めてらっしゃる本来は私たちはなくてもいいんです神様は天使を使わせた方がよっぽど効率的にいきますよ天使だとね分派分裂もないし競い合いもないしもっとスムーズでしょだからもう人間はよろしい 天使を使わしますからあったら日本は一日でリバイバルが起こるかもしれないでもそれは神様の方法じゃない神様は私たちのような不十分なものを用いてあらかじめ選んでいる人々に福音を伝えるように計画されたんですこれも感謝じゃないですか必要とされてるってことは嬉しいことですよ神様がねもう中川健一明日からやんなくていい 天使ガブリエルが「もっと見事なメッセージ語るから」ったらさ「はい」って言って僕がもショーンとしてみんな同じだよね神様が私たちを用いてくださるもう一つはねメッセージを語る伝道する側から言うとねなぜかというとねあなたの伝道のうまい下手で相手の永遠の運命が決まるとしたら震えない。僕は自分ののメッセージの うまさや下手さで聞いてる人が決心するかどうか決まるんだったら恐ろしくて語りたくないよ私の使命は神様が命じてらっしゃる通りに言えばいいのその時に救いに予定されてる人が応答するんだよこれが伝道なのこれはメッセージでも個人伝道でも全部同じあなたがすべきことはやたらめったら手を加えないことせっかく素材がいいのにね 手を加えたもんだから何料理か分かんないようなもんってもう別のものに変わっちゃったら食べられないでしょだから手を加えないでストレートに「神はあなたを愛しておられるよ」って言って福音の3要素キリストは私たちのために死んでくださった墓に葬られたそして3日目によみがえられた今も生きてらっしゃるからあなたを愛してらっしゃるイエス様の愛に応答して信頼して歩んでいこうそれが福音の伝達でありますね。 その時に神があららかじめめ選んんでででおられるる人は応答するんです一回で諦めちゃダメだよやってみてすぐ信じなかったああもうあの人は駄だあの人はもう救われたそ <laughs> んなこと分かるはずないんだからもう何十年も拒否した人がある日突然ハッと目覚めて「神は愛なり」という言葉が分かって決心することもあるんだからねだから誰が救われるか救われないか分からないんだから忠実にやるんだよね。 分かるんだったら、ある意味じゃ楽だよ。僕は伝道集会行って100人いてね、救いに予定されてる人はこの頭の上が輝いてる。今日は予定者が3名だなと、もう集中的にその人にやればいい。もう神様はそんなことをお許しにならないんですね。神のみがご存知だ。だから僕らに忠実であることが求められる。神のこの完成の3段階の第1番目はまず予定されてるということ。2番目が、 そうやっってて救われたら神様は守ってくださるこの間見たロマン8:14ご一緒に見ましょう。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。これは文章を逆転して神の子供であるなら誰でも御霊に導かれる人ですとなるでしょう。いいですかつまり 神様の子供になった人は、御霊に導かれて、御霊による守りの中で生きていくんだということ。これがクリスチャン生活ですよ。そして3番目、神の子の完成の3番目が復活ですよ。それが今日取り上げている内容ですね。神の予定、救われた後の神の守り、そして復活という完成が必ずあるという保障、その保障が御霊の発音です。発音として与えられた 見たまで,ですそしてこの復活の望みは終末的望みです。まだ見ていないねだから望みがあるんだよね。そして25節ご一緒に25節「もしまだ見ていないものを望んでいるのなら私たちは忍耐をもって熱心に待ちます」。 苦難の時こそ希望が必要ですね。まだ見ていない望みというのは復活の望みのことです。復活の望みを持っている人は忍耐を持って熱心に待ち続けるっていうんです。いろんな人がいろんな動機で聖書を読み始めますね。いわゆる求道生活を始めますが、私が突き詰めれば求道生活を始める根本的な動機は何かというと、 死後の世界があるのかというテーマでした。死んだら人はどうなるのかというテーマでした。死んだら終わりだと思ってました。思ってたというか確信してました。深く深く確信してました。だから虚しかった。だけど死後の命もあるというおかしげなやつが現れたんです僕の生活圏に。それが僕より一年下のクリスチャンの 大学生の後輩でした。彼が死後の命はある彼はクリスチャンだキリストは復活したそんな話をするわけですそれで教会に行くようになったわけですね今は復活の望みを持ってて生きています。だからいろんなことが起こっても忍耐を持ってそれを乗り越えるようになっています先週のハーベスト・フォーラム・サマーキャンプの最後が「 生産式でしたこの生産式は礼拝の全部が生産式を受けるための準備のメッセージを語りましたですから非常に素晴らしい生産式になりましたある方はこんな生産式を初めて経験したある方はこんなに感動的な生産式だったら年に1回で十分だというようなことを ここではね生産式がないからねそんな風に言ってる方もおりましたねで僕は生産式に携わりながらつくづく思ったのはね使徒行伝読むとパンを裂くために家々に集まったってでしょパンを割くパン先って言ったのね当時生産式はねあの人たちはねパン先をいつやったかとイエス・キリストが十字架についたあの 最後の晩餐でこうしなさいと教えてくださり10時間につき墓に葬られ復活してからわずか数週間わずか数ヶ月後に最初のパン先をしたはずですそれから1年後5年後10年後にパン先をしてる彼らが使徒行伝の中でパンを咲くって言った時にそれは昨日のことを思い出してる彼らは手を伸ばすところに 手を伸ばせばそこにあの最後の晩餐の場面が再現されるような時間的な近さを持ってあのことをやってるの今阪神大震災あるいは3.11のことを語る時に僕らは明治時代の話してんじゃない。生々しい記憶がその揺れがまだ体の中に記憶されてるような段階であの大震災のことを論じてるわけね。 だから初代教会の人たちがパン先をした時にまさに体の一部として最後の晩餐とキリストの十字架の苦しみと祈りと復活の朝の喜びの場面が生々しくあるその段階でパン先をしてるだから彼らにとっては現実の生活と死を乗り越えた次の世界とが離れてるんではなくて一つのお家の中の 1> 扉一枚隔てた次の部屋ぐらいの感覚で彼らは生きてる。まさに私たちに今必要なのはその感覚ですよ。遠い昔のお話じゃない。今のことなんだ。そして死ぬ。その先に行く世界っていうのは遠いところではない。手を伸ばせばすぐ近くにあるんだ。というそういう感覚こそ私たちに必要なものです。パウロはそういう感覚を持って このことを言ってますよ。第二コリントの五の二を一緒に。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。この幕屋って何のことだと思う自分の体のことだよね。古びてくるんだよね、幕屋ね。うん、もう活発に使っているときはピカピカ輝いてよかったんだけどね。使っているうちに古びてくるんだよ、これが。 意味わかるでしょだからうめいてるんだよね今のこの肉体何を求めてうめいているかって天から与えられる住まいって何のこと復活の体だよねこれ対比素晴らしいじゃない幕屋なんだ地上の体は幕屋っていうのは移動式のテントだからね住まいっていうのはこれ何不動産じゃない 幕屋が滅びて住まいが与えられる第二ントと5-4ご一緒に確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重に負ってうめいていますこれもねこの肉体だよねこの肉体で地上生涯を生きてる間は重に負ってうめいてるよねもう言わなくて言われなくても分かるねその次それは この幕屋を脱ぎたいと思うからではなくはいそれはこの幕屋を脱ぎたいと思ってるんだったらそれは自殺だよ自殺したいと思ってんじゃないんだよなくて次かえって天からの住まいを着たいからですそのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです この体はやがて滅びていくけれども復活の体が天から与えられた時にこの死ぬべき体が飲み込まれて私は全く違った存在へと変えられていくんだこれが長々と話しましたが神ののの子たちのうめきの理由なんです。それはすでに救いの保障が与えられている発音としての御霊が与えられているけれどもうめいてるんだそれはまだ完成がなってないから。 その完成がなるということは地上のみすぼらしい幕屋が天からの住まいに飲み込まれることなんだその希望を求めて私たちはうめいてるんだもう一つうめきがあるんです今度は御霊のうめきですね26節から27節精霊もうめいておられるんですご一緒に読みましょう御霊も同じようにして 弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますアメン私たちは弱いって言うんです確かに弱い肉体的弱さ道徳的弱さもう一つは理解力において弱いんです神の啓示を十分に理解することはできないんです その弱さがあるんです例えば第一コリントの13章の12節見てみましょうはいこれご一緒に読みましょうはい今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますがその時には顔と顔とを合わせて見ることになりますちょっと待ってねここで注意しなきゃいけないのは当時の鏡がどういうものかです当時の鏡今の鏡だとこう見るとね鮮明に映るじゃない顔が。 当時の鏡はそうじゃないの。の当時の鏡はご婦人たちが大好きな鏡だったんです <laughs> 顔がぼんやりと。<laughs> だから今この言葉を読むと今の鏡を知ってる僕らにとってはぼんやりかなと思うシャープに見えるよねだけど当時はそうじゃなかっただからパウロは「 まるるで鏡見てるようだよねねって言うんんです、ね、十分,分かんないだけどその時にはってつまり復活して全部のことが分かった時に顔と顔と合わせて見ることになる神様の御心が本当によく分かるようになる次今私は一部分しか知りませんがその時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。 その時までは私たちの知るところは一部分なんです。だから聖書解釈でどうしてこんなにいろんな解釈あるのってよく聞かれるよね。一番いい答えはそれはね当時の鏡がぼんやりしていたからよって答えればね。<laughs> ええ、どういう意味って。 いやこういうことがあってね鏡で見てるようにぼんやりしてるんだよだからいろんな解釈あるんだよここにほくろがあるかどうかねまあどれが鼻でどれが目かはみんなわかるんだよそれは福音の本質だよねそれまで見えない鏡使ってる人はこれは異端というわけねいいですかわかるんだけどでも鼻の下にほくろがあるのかどうか、ね、あるいはひげが生えてるかどうかそういう細かいところについてはぼんやりとしていて意見がいろいろあるんだよ 要するに私たちはちょっとしか知らないんだよだからいろんな質問を受けるけど特に答えられないのはどうして私がこんな目に遭うんですか誰が答えられるのそういう質問に分かるはずがないだから天国に行ったら一緒に教えてもらおうねっていうんですねクリスチャンになって祈っててね祈りが聞かれない、まあ、クリスチャンになったら必ず祈りが聞かれるという体験をしますと同時に聞かれないという体験もします 皆さんね、質問しますけどあなたたたが祈ったことは100聞かれたら嬉しいもしねあなたが祈ることが100%聞かれたら祈らない方がいいよあなた恐ろしくて祈れないよ例えば教会員の A さんが今神様こういう苦しみにあってますどうぞ彼をこうこうこういうふうにしてあげてください 神様、今彼は仕事をなくしてがっかりしています。直ちに、明日、仕事を与えてあげてくださいって、はい、仕事がありました。なんとかのパートです。って、彼はそこ行くでしょう。でも神様の計画は、半年ぐらい彼を苦しめ、苦しめ、苦しめ、そして、もっとすごいところに置くのが神様の計画かもしれない、ね。僕らの知るところ一部なんだよ。だから僕らの祈りっていうのは、本当に不完全なんだよ。 分かか。りますかあるいは自分の子供が放蕩して「イエス様信じたのどっか行っちゃった神様どうぞ息子直ちに返してください直ちに教会に来るように」つっ,って直ちに教会に来たでそれ自体は素晴らしいよう立ち返ったんだからそして大いに用いられるようになり日曜学校の小学校1年生クラスを担当し生涯それで終えた。それは神様の計画は 5年ぐらいもう絶望的なところをあいましてもう恵みしかないって立ち返ってやがて彼はアウグスティヌスのような世界を動かす大伝道者になる人だったかもしれないじゃん。要するに僕の言ってるのは人間が知ったかぶりしてちっぽけな祈りをしてそれが全部叶えられたとしたら神様の壮大な計画は動かないよっていう話なのだから私たちの祈りっていうのは不十分なんです 不完全なんでですそれでいいのだから神様が祈りに応えてくださるっていうのは具体的に答えるというよりはあなたの祈りのスピリットにあなたが願ってることを聞き届けて答えてくださるじゃあ神様は父なる神はどうやって私たちの祈りのスピリットを理解してくださるのかどうやってこんな欠点の多い祈りを聞いてくださってるのかそれは御霊が うちにおおらられれるる霊がりななししをてそのことなんですだから見てごらん、えー、さっきのね三霊も同じようにしてこれは同じようにしてっていうのは何かというと埋めいてるってことなんだよ。被造物が埋めいてる私たちも埋めいてるそして三霊も埋めいている弱い私たちを助けてくださる三霊の埋めきの理由は取りなしの祈りをしているから埋めいてる 私たちのための取りなしの祈りです。御霊のうめきは、私たちはどのように祈ったらいいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいます。言いようもない深いうめきです。言いようもない深いうめきというのは、この訳も微妙ですね。新経土薬は言葉に表せないうめきと言ってます。 この方がぴったりきますちなみにペンテコステ派あるいは精霊派と言われる人たちはこれを威厳と解釈しますだから精霊を受けた人が精霊のバプテスマというものを受けた人は威厳で祈るようになる威厳っていうのは人間にはわからない言葉であるこれは御霊が精霊がその人を通して言葉に表せないうめきをしておられることなんだというふうに説明しますしかし これは威厳ではありません。なぜかというと、これは言葉に表せないうめきなんですね。英語で言った方がもっとわかりやすい。これは cannot, cannot be spoken. あるいは cannot be uttered。つまり言葉として発することはできない。威厳というのは言葉ですからね、あれ。本物の威厳は。威厳にも偽物もありますよ。注意しないと。 その人が人間的に舌を動かして発してるだけの威厳もある。本物の威厳もある。本物の威厳は人間には理解してないだけで言葉であることには間違いない。ここは発音できないんです。ここは言葉として発することができないんです。これは何かというと、見たまの深い深い埋めきです。この言葉からわかるのは、精霊という方は感情豊かな方だということです。要するに、 イモーションがあるということですイエスの祈りは感情が伴った祈りです三味一体の神の情緒的な豊かさということに私たちは目を止める必要がある父なる神もイエスも御霊もともに悲しみ埋めくことのできる方ですいやむしろイエスが十字架にかかるというこの壮大なプランは神の埋めきの結果出てきたプランだということもできる だから私たちは、教理的に、神学的に、どうすれば信じることができると言って、定義し、分解し、わかりやすく説明しようとします。しかし、その根本に、神の涙を感じていなければ、それは、数学の公式と同じレベルで終わってしまう。その根本にあるのは、神の涙です。神の愛です。それほどに、神は私たちを愛してくださったんです。 子なる神であるイエス様がどのように祈られたか。ルカの22の44を見てください。ご一緒に。イエスは苦しみもだえて、いよいよ説に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。いよいよ説に祈られた。苦しみもだえて、巫女イエスがもだえておられる。その姿を見ながら、父なる神がもだえなかったはずがないんです。そして、御霊も今、埋めいておられるんです。 御霊の祈りにも同じような深い感情が伴って、私たちのためにとりなしの祈りをしてくださるんです。そして、二十七節、ご一緒に人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら、御霊は、神の御心に従って、生徒のためにとりなしをしてくださるからです。これが二十七節です。 人間の心を探り極める方ってあるでしょ誰のことですかこれ人間の心を探り極める方誰これは父なる神です父なる神は御霊の思いをも知っておられるというふうに書いてあるんです父なる神は人間の心に何があるかをご存知であるこれは旧約聖書新約聖書一貫して教えてるところです 一箇所旧約から出したいと思いますがこれを出す理由は私がこの聖句を大変気に入っているからです。第1サムエル16-7ご一緒に。しかし、主はサムエルに仰せられた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。アメンありがとうございます。 でこれは誰の選びの時の言葉ですかダビデが選ばれたんでしょうお兄さん一番お兄さんエリアはハンサムで背も高かったんだよね退けている神様が見るのは人が見るのとは違うんだ主は心を見るだから人の思いを全部知ってる父なる神は御霊の思いもよく知っておられるんだそこで私たちの祈りが父なる神に届くという神秘が完了するんです その神秘というのは私たちの祈りは十分ですか不十分ですか不十分だよね2番目に御霊が私たちの祈りの欠点を修正し不足を補ってくださってるのそしてその結果3番目に私たちのうめきがイコール御霊のうめきになってるの私たちはもうどう祈っていいか分かんないで苦しんでうめいてる 御霊がその取りなしのしためにうめにいいていてくださる。だから私たちの不十分のうめきが御霊のうめきとイコールになるんですそして御霊の鳥なしは父なる神の御心に従ってますから最後に5番目にその結果私たちの祈りは神に聞かれる祈りになってるんです不十分だけども御霊の鳥なしのうめきによって私たちの祈りが父なる神に聞かれてるだから大胆に喜んで。 不十分であっても、わからなくても、祈ったらいいんです。その結果、私たちの救いは保証されている。エペソ四の三、四の三。十見てみましょう。ご一緒にこれを読みましょう、はい。神の精霊を悲しませてはいけません。あなた方は、贖いの日のために、精霊によって勝因を押されているのです。 精霊を悲しませるというのは精霊には感情があるからですイモーションがあるからですねそして精霊によって承認をされているこれが手付金でしょう保証が与えられてるんですね結論に行く前に一つだけ大事なポイントを取り上げたいと思います2週間ぐらい前のアンケート用紙にある方がこういうコメントを書かれましたとても大事なコメントですからこれを紹介したいと思います お名前は誰だか僕分かりません覚えてもいませんただ内容が大事なので取り上げていますこういうコメントでした「神様のくださる救いは永遠だけどそこまでいい神様のくださる救いは永遠永遠だけど人間が自由意志を持って信仰から離れ続け内住してくださる精霊を死の際瞬間まで否定し続けるなら 救いは失われると私は思いますそうですかそのために神様は絶えず立ち返りなさいと叫んでおられるのだと思いますというこういう質問なんですあとでカッコして生意気なこと言ってすみませんと書いてあるでも正直ですよそしてみんなが感じる疑問ですよ救いは永遠だでももしその人が自由意によって内側におられる精霊を 死ぬ瞬間まで否定し続けたら結局救いは失われると私は思うよとだから神様は絶えず立ち返りなさいと叫んでおられるんじゃないですかとこういう質問ですね。これに答えたいと思いますまず結論から言っておきますと一度救救われた人ははいを失うことはありませんじゃあ解説します。 確かに教会には洗礼を受けたけどいつの間にかいなくなった人や死ぬまでもう教会に戻ってこない人もいますそういう人は私たちは見聞きしていますその時に考えなきゃいけないのはそういう人はもともと救われてない可能性が高いということです今学んだとこじゃない神様は形じゃなくて人の心を見るんでしょだからクリスチャンになったかのように見えてるけど救われてない人っていうのは必ずいる特に 教会に3年ぐらいずっと行っててある日牧師が来て肩をトントンとたいて「そろそろどうですか?」ってそ「そろそろ洗礼受けたらどうですか?」っていうことそうだな義理もあるしなここでノーと言ったら家内や子供も困るだろうなはいわかりましたって洗礼受けたもう最初から形式的ですよ儀式的ですよだから棒なげんしてないわけね形だけはクリスチャンだけど そういう人と聖書の話をして分かち合ってもね感動がないのね電波が響いてこないのね共鳴するものがないんですだからこういう質問の時は必ずその人に救いに至る信仰があったのかどうかということを私たちは問わなきゃいけないこれがまず第一のポイントです二つ目に考えるべきことはじゃあその人が本当に救われていた場合は何なのかいいですか その方はいつか必ず神に立ち返るその立ち返るまでの要する年数は人によって違うでしょうしかしある時その人の頃に神は愛なりあるいは法と息子の霊はあるいはヨハネ3の16 そういう言葉が思い浮かんで彼は、ああ、私は何ということをしてきたのか。それは内側におられる精霊がその人の閉ざされた心の扉をいつもノックしていらっしゃる。だから必ずそういう人は神に立ち返る。本当に救われてるわ本当に救われて内側に精霊の声があるのに拒否し続けることは私には考えられない。 正気に帰るっていうことはもちろん大事だよねしかしそれでもまま例外的にかたくなに悔い改めのない状態にとどまる人がいるでしょうそういう場合は第一コリント5の5でパウロはこう言ってるんですかたくなに悔い改めないものはいご一緒にこのようなものをサタンに引き渡したのですそれは彼の肉が滅ぼされるためですが それによって彼の霊が主の日に救われるためです。パウロはここで何て言ってるかというとコリント教会の中で不道徳な罪を犯して悔い改めないでずっとその状態にいる人をパウロはもうサタンに引き渡したって言うんです。それは彼の肉が滅ぼされるつまり彼が肉体的に死ぬこの場合は信者の場合はいつ死ぬかは神様が決めていらっしゃいます。ササタタンンにに、引き渡した場合はサタンに その決定権が委ねられてるんですだから彼はおそらく長くはいきないでしょうけれども彼の霊は救われてるの彼の霊はイエス・キリストを信じたために救われてるんですただ主の日にキリストの裁きの前に立った時にご褒美はあんまりもらえないねかろうじてその人は救われるだけそれが火事場からもう木の実 気のままで逃れてきた人のごとくに救われるんですねでも忠実に歩んだ人はその技が永遠の意味を持って残るんですそれに基づいて神様がお褒めの言葉をくださるんですだから悔い改めのない状態を続けたらその人は救いを失うんじゃないんです救いに伴うクリスチャン生活の祝福とそして 終末的な意味での神からのご褒美を失うだけで魂は救われてるなんと悲しい生き方でしょうかでもせっかく神様は信じたのにねでこの質問をした方の最大の誤解は何かというと人は自由意志によって救われたり救いをなくしたりすると考えているところが誤解ですつまり神の恵みを軽視しているということです もしこれが可能だったらつまり自由意志によって救いを失うことが可能だったらその人は自由意志によって救いを選び取ったことになるじゃないですか私たちが救われたのは神の恵み以外の何者でもありませんそれゆえ一度誕生した子供が再び母の体内に戻ることがありえないように御霊によって一度誕生した魂は二度と元に戻ることはありえません 恵みです恵みです,恵みですところがこういう話をすると時々誤解をしてじゃあクリスチャン何で何をしてもいいのかこ,ういうこのテーマはもうすでにロマンショーで何回か取り上げてきたんそんなことじゃない私たちには見たまに応答して生きていく愛の立法が与えられているだから立法がなくなっているという意味ではないんですただ覚えておかなきゃいけないのは神の恵みがなかったら 私は信じることななんかかできなかったはずだそして恵みによって救われたんだから救いを失うはずがないじゃないですか。ということこの2つが聖書が教えてるポイントですね。じゃあ結論に行きましょう。今日の結論は復活でした。復活はもう短時間のうちにここは結論を話したいと思います。 私たちの希望である復活ですが、2種類あるんです。第1の復活と第2の復活です。で、2種類あると教えているのはダニエル書12章の2節です。ご一緒にはい、地の塵の中に眠っているものの、うち多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命にあるものはそしりと永遠の意味に2つ復活あるでしょ。 一つの復活は永遠の命に至る復活もう一つはそしりと永遠の意味につまり永遠の滅びに向かうための復活です。新約聖書ではヨハネ5の2829です。ご一緒にはい。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。前後行った者はよみがえって命を受け 悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのですここで善を行ったというのは善行による救いじゃないんです信仰によって義徒され見たまに従った人のことをここでは言っているこれは信者の復活悪を行った者とは不信者の復活です第一の復活はそういうことで信者の復活ですそれを書いてあるのは目視録二十章の五から六です 第一の復活は信者の復活で、目視録二十の五から六です。第二の復活は不信者の復活で、目視録二十の十一から十五です。目視録二十の十一から十五。皆さんは、どっちの復活が好きですか？第一の復活ですか？第二の復活ですか？第一の復活だよね。イエス様を信じた人は、第一の復活を経験する。復活というのは、信じている人だけじゃなくて、信じていない人も復活するんです。 ただ復活して後の運命が違う第一の復活を最初に経験した人は誰だと思うその通りですだからイエス・キリストの復活を初歩って言うんですというのは後に続く私たちがいるからですだから初歩の意味をさっき理解したからよくわかるね第一の復活の初歩となられたのがキリストの復活です 次に復活するのは敬虚の時の復活です教会が上に上げられる聖書を開きませんが後で読みたい方は第1テサロニケ4章16から17第1テサロニケ4の16から17です。この時には教会時代の信者つまり使徒行伝2章のペンテコステの日以降死んだ生徒たちあるいはその時に生きている者 ここれがが復活をします。軽挙が起こる。死者が上に上げられる瞬間が来るんですがその時に生きている人と地上であごめんなさい地上で生きている人とそれから死んで墓に葬られている人とどっちが先に復活しますか死んで墓に葬られている人が先に復活する皆さんはどっちですか先に復活する方ですかねそれに続く方ですかね分からないね。 イエス様はいつ呼んでくださるかね墓に葬られた人はまさに栄光の体に変えられる生きている人は肉体的死を通過しないで栄光の体に変えられる天に挙げられますそれが栄虚の時の復活その次に7年間の観南時代っていうのがあってその後イエス様は地上に帰ってこられます。地上再臨のの時の復活で その時に復活するのは2種類の人たちで、一つは大観難時代に、7年間の大観難時代に殉教者がたくさん出るんです。その人たちがよみがえります。これが黙示録20-4です。もう一つは、すでに蘇みがえっているのは教会時代の信者ばっかりでしょう。旧約時代の生徒たちが復活する。それは地上再臨の時です。イザヤ26-19なんか見てください。イザヤ26-19。 旧約時代の生徒たちの復活です。そして千年王国で復活の体を持って、多くの人がキリストと共に生きるようになる。第二の復活のは、じゃあいつやってくるか。これは不信者の復活ですが、それから一千年間の隔たりがあるんです。千年王国が終わる時までは、彼らはまだ肉体を持ってない。もう魂だけの状態ですね。そして、 1,000年の終わりに復活しその復活は白いののの裁きのための復活ですその肉体的復活をして裁かれていわゆる第2の死がそれに続きます。ここれは永遠のの滅びのことですですからキリストを信じているっていうことは第一の復活に預かるか第2の復活に預かるかの大きな分水嶺になっているということを 覚えてください大変なことですこれは。確信するこんなある意味じゃとんでもないこと見てもいないのになぜこんなことを言えるのそれは「聖書は神の栄光のために書かれています」。「神の栄光」っていうのは「神が約束されたことは全部実現する」いうことです。 ということとイコールだと考えてもいいんです神の約束は100%絶対にその通りになるなぜならば神のご性質がそのことを要求するからですだから私が今見てもいないこの頭では今考えもできないことをなぜ信じると言えるのかそれは言葉ではなくて神様のご性質に信頼を置いているからです私の信じている神は そのようなお方だから今うめきがあっても必ずそれが良い状態に変えられると私は確信してるんです。それは私の信じお使えしている神がそのような方だからです。で次回はローマ8-28から始まるんだけどあの有名な言葉 神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜこんなとんでもないことを書けるのそしてパウロは最後に神を両手を挙げてあがめています。パウロがこの手紙を効率筆記してそれを書記が書いてるんですがおそらくロマン8-28になったら 彼は突如立ち上がって両手を上げながらね、神を礼拝しながらその口から神を称える言葉が出てきてるんです。そういう雰囲気ですよ、ここは。だから次回、どういうメッセージになるのか僕分かりませんけど、なんか期待感と同時に恐れもあるんですね。パウロのこの礼拝、この奨営この神を称えている言葉を足りない人間の言葉でどう置き換えたらいいのか、どう説明したらいいのか。ただ一つ言えることは、 私たちは今週も来週も来年も天に召されるまで神はすべてを良きに変えてくださるという確信に立つことができるということこのことは確実に言えますこれは信じるに足りる言葉です祈りましょう天の父なる神様 あなたが掲示してくださらなければ知りえなかった御言葉の真理をこのように聖書を通して学ぶことができますからありがとうございます御霊ご自身が言いようもないうめきによって取りなしをしていてくださるそれいえ私たちの祈りの精神があなたに届けられているこのことを感謝をいたしますどうぞ今週1週間も 理解したことを実践に移すことができますように特に今大きな試練の中を通過している方が目に見えない望みを抱くことによって忍耐して待ち望むことができますように祝福してください。イエス様ののにによってお願いいたししまますアーメンご一緒に祈りましょうこの無料配信は 皆様のお祈りと献金によって支えられています。